はい、皆さんこんにちは、サンゼです。今回はエクスプレッションを使ってロボットの関節を作っていきたいと思います。よろしくお願いします。では早速作っていきたいと思うんですが、今分かりやすいようにコンポジットの中にこう2つのパーツがあります。ロボットの二の腕と手の先ですね。これをエクスプレッションで紐付けて関節を作っていきたいと思います。まずロボットの回転するアンカーポイントの軸をちゃんと作っておきましょう。この肘の部分ですね、ここにアンカーポイントを持っていきます。続いてこちらの二の腕の方は関節の部分を、回転する部分をここにしておきましょう。肩の部分ですね。はい。でこちら回転させることができます。こちらも同様にこういった形で動かすことができます。はい。でですね、位置を調整しましょう。関節の位置をここに合わせたいので、ちょっと目分量ですがこの辺りにしておきましょう。でですね、親子付け、親とリンク、このロボットハンド A の部分が肩になるので、ここに対して B を紐付けます。そうするとどういうことが起こるかというと、こういった形で A に紐付いた形で B の腕の先っぽの部分が回転しているのがわかると思います。ではですね、この回転に合わせてここが曲がるようにしたいので、 B のローテーションですね、これがこういうふうに曲がりたいんですね。ここのローテーションを A の回転のローテーションですね、このこちらをエクスプレッションで紐付けたいと思います。書き方は非常に簡単で、この B の関節の部分、この腕の部分ですね、をオルトをしながらクリックします。そうするとエクスプレッションの記述ができるので、ここのピックウィップを使います。ピックウィップで自動的に記入ができるので、この A の回転のところにドラッグします。そうするとこちら同じ数値が参照されたのがわかると思います。 A の回転が10であれば、 B の腕も、腕の先っぽの方も10になっています。これだと回転させればさせるほどこうブラーンという感じで、まあ、同じ数値が入っていってしまうので、この関節のように曲げたいんですね。反対の数字を入れたいので、この場合は腕の方の先ほどピックウィップで記入したエクスプレッションの頭にマイナスをつけてください。そうするとこういった具合で、わかりますかね、この83を入れた場合、ここに83が入りますよっていうマイナス83ですね、この逆数を入れてくれるっていうエクスプレッションになります。そうするとこういった形で関節のような動きを作ることができます。こういった感じですね。ヌルで全体の回転も調整しましょう。こういった感じで、はい、こういった感じで関節を作ることができます。エクスプレッションの記述の仕方は、ピックイップでピックした後頭にマイナスをつけるか、もしくは一番後ろですね、後ろにかけるマイナス1、これでも同じ効果になります。同じ効果になります。どちらでも記述の仕方は大丈夫なんですけど、自分でこう理解しやすい方で大丈夫です。はい、今回はエクスプレッションを使ってロボットの関節を作っていきました。はい、ポイントは反転なので、エクスプレッションの頭にマイナスをつけるか、末尾にかけるマイナス1をつけるという点でした。こちらの動画を見てエクスプレッションちょっと分かってきたなと思った方は、エクスプレッションをマスターする動画という動画を作っているので、そちらもぜひ見ていただけるとさらに理解が深まると思いますので、チェックしてみてください。よろしくお願いします。ではまた。